こんにちは、吉田さん。今回のタイトルはね、欲ということでお届けしようかなと思います。で、前回吉谷さんの動画のタイトルは峠でしたよね。で、人生に峠があるとしたら、きっとですね、若さっていうのと、あと老いっていうのがあって、その真ん中に峠っていうのが来るんじゃないかなと思うんですよ。そして人生はその峠をね、いかに後ろの方にずらしていけるかっていうのに、まあ、攻め上げ合いがあるのかなと思いますね。人によってはね、若くしてすでに人生の峠を越して、あとはもう老いていくだけみたいな人もいらっしゃってね。じゃあどこに若さがあって、老いとは何なのかっていう、こう定義をね、ここで私がさせていただこうかなと思います。それは欲に対してどういうふうな気持ちを持っているかです。まあ言うまでもなく、欲っていうのは2つの意味があって、手に入れたいっていう欲もありますよね。手に入れたい、もっともっと自分の暮らしを豊かにしたいっていうふうなね、そんな攻撃的な欲、これがまあよく取り出されるわけですけども、もう一つ肝心な欲があります。それはですね、失いたくないっていうことですよね。この苦しい状況、楽しい状況、いろいろありますけども、人の欲っていうのはどちらかというと、今まで手に入れたものを失いたくないっていうふうに考え始めた時に老いが始まるんではないかなと思いますね。つまりはこういうことなんですよ。手に入れたいという、もう失うことを恐れずに、とにかく挑戦したい、手に入れたいっていう欲望が若さであり、峠を越していくと、今度はね、手に入れたものを失いたくないと。この今手に入れたものを守るためだったら何でもする、人からも奪う、人も妬む、若さが疎ましい、そして伸びていこうとする、その頭を押さえつけて自分の地位を守ろうとするね、こういう風になっていくわけですよ。だから今自分がですね、あ、若さを失いたくないなと思ったとしたら、やっぱりこれは老いの兆候なんじゃないかなと思います。でもこれはね、老いがね、醜いものとかダメなものっていうふうに考えるのはまた違うわけですよ。人はですね、必ず老いるわけですよ。じゃあ潔く老いるためにはどうすればいいのか。一つはね、謝れることなんじゃないかなと思うんですよ。最近ね、ガーシーチャンネルっていうのがありまして、例のヒカル君とちょっとやり合ってたものがあったんですけども、なんかね、すごく良かったなと思うのは、実は昨晩だったかな、ガーシーチャンネルのガーシーさんと、それからヒカルさんがね、直接やり取りする、そんな場面があったんですよね。で、それまではもういがみ合ってた二人も、実はその謝罪をし合うことによって、新しい自分たちとして潔く次の時間を過ごすことができて、で、ガーシーっていう人はなんか詐欺師だったらしいですね。で、詐欺で迷惑をかけた人にお金を返すためにYouTube チャンネルを始めて、そこの広告収入で詐欺で迷惑かけた人にどんどん返していくってことで、それは必ず返すんで、もうちょっと待っててください、すいませんみたいな感じで動画で謝ってたりとかね。で、 YouTube で稼ぐためのネタもちゃんと持ってるんですよ。要するにいろんな人に対してアテンドをしてきた人なんで、その中で信用をお金に変えた、つまり詐欺を行ったっていうこと、まあそれがだから、いわゆる求める、なんていうんですかね、欲ですよね。もういろんな人からいろんなものを奪っていく、信用をどんどんお金に変えるっていう欲ですかね。で、今は自分の誠実さを失いたくないっていうふうになってきたのかなと。これはだからね、潔い姿だと思うんですよ。ちょっとごちゃごちゃとした言い方になりましたけども、やっぱりね、老いっていうのはね、素直に謝れないっていうところも入ってるんだと思うんですよ。そういう意味で言うと、ヒカル君もガーシーさんも若いなと、ちゃんと頭が下げれてすごいなと思いました。この潔さっていうのは、老いる中でもとってもね、美しい年の取り方なんじゃないかなと思います。頑固になって自己肯定感ばかり強くなって、自分は悪くないと、なんとか正当化しようとする、まあプーチンみたいなね、感じとかね、それから汚職とか賄賂をする政治家とかね、まあそういう部分がありますけども、やっぱりね、一つ人生に峠を設けるとしたら、老いていくっていうのはもう謝るっていうのが敗北だっていうふうに自分で思い込んじゃって、もう謝るのがもったいないみたいなね、謝ったら敗北みたいな感じがするんですけども、違うんですよ。謝罪が先んじてできる人が勝利なんですよ。だってごめんなさいって言った後のすがすがしさとかね、そしてさらにですよ、謝罪したことによって許されることの解放感っていうのは、また新しいことに挑戦しようと、失敗しても謝りながら、許し合いながら、かばい合いながらやっていけるんだっていう、そういう希望が湧いてくるんですよね。で、また次の信用を手に入れよう、
新しい価値を手に入れようっていうふうにね、失うことを恐れずに向かっていける、まさにセカンダリーオプションっていうんですけども、老いるペースの中でも新しいね上昇が見込めるんではないかなと思うんですよ。でも謝れない人とか手放せない人っていうのは本当に老いの加速速度がすごく急になってきて、まあ、頑固な年寄りになっていくっていう感じですかね。自分の体裁ばかり繕って今まで積み上げてきたものを手放せない、で今まで積み上げてきたものが間違いだから指摘されるのにそれを手放せないからさらに追い詰められていくっていう現状がありますよね。で若いやつには分からないみたいなむちゃくちゃなことを言い出したりとかねまあ、世代間の対立を作っていって、まさに絵に描いたような年の取り方をしてしまうってことになります。はい、じゃあ欲ってものをねもう一回まとめてみましょう。若さってのは何かっていうと、失うことを恐れずに手に入れたいと思える欲、そして峠を越えるとですね、失いたくないなーっていう気持ちばかりで周りに迷惑をかけたりとか、人生我が道を行くみたいな感じでね、人を押しのけ中央を歩いていく素振りを見せるんですけども、どちらかというと押しのけたんじゃなくて、多くの人に呆れられ相手にされなくなって見放されていって孤独になっていくってことなんですよね。そしてさらにね、その孤独という言葉ももう一つ考え方があって、求めて孤独になる姿は孤高というんですよね。これも前お話しましたけども、人っていうのは用意どんでスタートする、最初は競争しているつもりがないんですよ。みんなで仲良く行こうねっていうふうに進んでいくんですけども、ある人は体力を失ってたまにねこう休憩したくなるんですよ。じゃあ休憩する人に対してみんなが待ってくれるかっていうと、それぞれの自分の人生のペースがありますから、まあ休憩したいやつは置いてこうかみたいなことになってくるんですよね。そうするとだんだん差がついてくるんですよ。でどん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 進んでいくと、今度はね走らなければ進めない流れに出会うんですよ。その時に走る体力や走る考え方がない人っていうのはそのまま流れに巻き込まれて転落していくんですよね。じゃあ走る体力がある人が次のステージに行くんですけども、それまでにだいぶ用意どんでスタートした人が失われていって数が少なくなっていくんですよ。でここまでは人生に振り落とされた人です。こっからは自ら厳しい道、もしくは自分の理想のために高いハードルを越えていこうとする人の意思なんですよ。まさに若さですよこれね。怪我や友人を失ったりとかすることを恐れずに、とにかく自分の人生のど真ん中、それを手に入れようと思って進む姿、これがここに向かうんですよ。だんだん道は急になってきます。坂道になってきます。垂直に上がってきます。そこを這い上がるようにして手でも足でもね這いつくばって登っていける人っていうのは限られています。それでもねそこまで頑張るやつっていうのがちょっとだけいるんですよ。気がついてみたら自分とあと何人かになってました。最初はあれだけ多くの人数でスタートしたのに、なんでここまでついてこれないやつがいるのかなみたいに感じるかもしれません。振り返ってみると、その随分とね谷底に取り残された人がいて、今まさに急勾配を登っている自分とあと数名がいます。頂上がもうすぐ見えます。頂上には人一人しか立てる姿が場所がないわけですよ。そこに自分が立つのか、それとも立てずに転落して見下ろしていた人たちと同じところに巻き込まれていくのか、最後の挑戦ですよね。そしてその高みに立ったたった一人の人が孤高と言われて、まさにねたった一人で立っているその姿だけ見たら孤独と勘違いしがちなんですけども、そこにはね次の空、宇宙が見えるくらいの高みがあるんですよね。吉田さん、こう言って感じたことないですかね。自分は金銭的にも時間的にも自由になった、だけども自分の周りに同じような環境の人がいないから、なんかね連絡を取り合う人が変わってきたってことですよね。今度会えねえかって連絡してもその日忙しいんだよとか言ってね、なかなか会ってくれないとか、そもそも連絡をして返信来るのがだいぶ遅いとかね、仕方がないですよね。それぞれの人生それぞれの忙しさがありますから。でもその忙しさが自分のやりたいことのために忙しいのか、やらざるを得ないことのために忙しいのか、やりたいことをするために仕方なく付随する忙しさなのか、種類は変わってきます。まあ言うまでもなく自分の意思で時間や場所を決められる人生ってのは少ないわけですよね。つまりここに足を踏み入れる人っていうのは限られてるわけなんですよね。で、人の欲っていうのはきっと自分の人生を
思い通りにしたい、豊かにしたいっていうところにあったはずなのに、多くの人はそこにたどり着かない。いつたどり着けるのかわからない。そして日々の暮らしを見てみると、なぜか意にそぐわない人と付き合い、意にそぐわない稼ぎ方を強要され、意にそぐわれない暮らしをまさにね、奔走してるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん私もそうでしたし、ある意味まだそういうところが抜けられてないのかもしれませんけども、けど自分の欲望に忠実になるってことは、やっぱりね、最も純粋な気持ちだと思うんですよ。自分の欲望にそのむき出しになっていくっていうかね、欲しいものは欲しいんだと、物欲の何が悪いと、物欲こそが若さじゃないか、手に入れたいと思える力じゃないか。でももうね、今手に入れたもので十分で、失うのが嫌だと思えば、そこからもしかしたら欲望というもののね、峠を越して老いが始まるんではないかなと思うんですよね。繰り返し申し上げて今回の動画はありますけども、欲というものを2つに分けるとすると、失うことを恐れずに手に入れたいと思える若さ、そして峠を越えて失いたくないと、今手に入れたものは全部自分のものだと、潔くない姿ですよね。なりふり構わずに、これは俺のもんだとか変えちゃうと、もうすでにね、新しいものを手に入れていこうなんて感覚はない。つまり新しいテクノロジーや新しい考え方は頭に入ってこないし、そういうものはどちらかというと否定する。いや、この年になってインターネットでしょ、いやスマホ難しいからさ、何がネットビジネスだよみたいなね、それは若いやつのやることだろみたいな、まさにそうなっていませんかってことですよね。積極的に手に入れたいと、今あるもの全て失ってもいいから、本当に欲しいもの、次の瞬間に完全燃焼できるものに全力投球したいと、今抱えているものを手放して空手で次のものに向かっていく姿、これが若さではないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。